はようございます。 AKB48 チーム B のハルピョンこと橋本アルナです。やっほー、顔ツルツル。この後メイクをしていくんですけど、って感じです。メイクをするか先にね、それともご飯を食べるか迷ってる、うん、なんか昨日あったじゃないですか、お話し会が。でその時のお弁当がなんか私的に好みじゃないものとかもあるじゃん。そのお弁当が好みじゃないっていうか、なんか普通にご飯とかは食べれるご飯だけど、なんかめっちゃ苦手なものみたいなので構成されてるみたいな時に困るなと思って、その前にコンビニで買ったんですよ。そう、エビとイカのスパゲッティサラダ、美味しそう。でもお弁当が美味しそうで好みだったので、この子は使わなくなって食べなかったので、まあ、消費期限的にはまだまだ明日も大丈夫なんですけど、今日は食べたいと思います。はい、今どっちを食べるか迷ってる。これを食べるか、間違えた、どっちをするか、これを食べるかメイクをするか。迷ってる。じゃ今はもう何もしてない、本当に。それは嘘。顔洗って化粧水と乳液だけ塗りました。今日は寒いですか？雨。ひょい。ここ3日ぐらい天気悪そう。2日雨なんだけど、めっちゃ。おはよう。こんにちは。昨日お風呂上がりにヘアオイルつけすぎて、ちょっとなんか
髪の毛重い髪の毛ちょっとなんか重い、そう、ちょっとつけすぎた。どうしようかな、本当に。ご飯が先かメイクが先か。でもまだご飯食べる気になれないから、メイクちょっとして食べたいなと思ったらご飯食べます。それでまずは日焼け止めから。あれ今日午前中に配信するよって言ってたよね。言ってたよね。言ってないっけ。言ってなかったっけ。どうだっけ。いや言ってた記憶があるけど。言ってなかったっけな。どうだっけな。忘れちゃった。言ったよね、確か前に。昨日言ったわけじゃないけど前言ったよね。なんか今月の予定みたいな感じで言いましたもん。いやそうだ、言ったわ。言ってない、聞いた気がする。どっちだでも言った気がする。私はかそれくらいに聞いたような、聞いた聞いた気に一票、聞いたに一票じゃないんだ、聞いた気に一票なんだ。なんか最近スキンケアをなんかめっちゃよりするようになったんですよ。例えばよりそう、そしたらなんかちょっとニキビちゃん増えた。逆に無理なんだけど、どうしたらいいの。ここと、ここと、ここ、やりすぎ？急にやりすぎたからかな。なんか急に増えちゃった。悲しい現実。お仕事。
気をつけます。食生活とかかもしんないし。確かにそれはある。最後に野菜食べたのいつだろう。気をつけます。そりゃ昨日のお弁当とかになんか入ってたりはしましたよ。そのアスパラの天ぷらみたいなやつとか。でもそれって天ぷらにされてるから、私の中では野菜じゃないって考えたら、そう考えたらサラダみたいな感じで野菜を食べたのっていつだろう。一時期キャベツハマってたんだけど、てか玉ねぎドレッシングにハマってたからキャベツにハマってたんですけど、もう全然食べてない。やば、気をつけます。気をつけます。野菜を食べる心に誓いました。って言いながら今日のご飯エビとイカのスパゲティサラダ。あれ、まあ、でもシソが入ってる。これ何が入ってるんだろう。水菜入ってます。大事。そう、昨日さお風呂は、あの昨日お話し会あったじゃん。でさお風呂入るときにさ、終わった後にわネックレス邪魔やんと思って適当に置いてさ、その後返すのめんどくさくて、そのネックレス ボックスみたいなところにまた首につけて寝ちゃった。そのまま受ける、めんどいと思って、もう首でいいわと思って。300円ぐらいのネックレス。そうです。私が身につけてるアクセサリー類は基本的に、まあ、ファンの方からいただいたものか300円。300均、あの3コインズで買ったもの。なんか昔はさ、ほんと全然なんかイヤリングのさ種類とかがさゼロでさ、なんかピアスばっか、ピアスしか可愛いのないやんみたいな感じだったけど、今はもう可愛いイヤリングみたいなのが多いから、そうで、しかもそれも300円とかで買えちゃうから、うん、ね、朝のショールームは私の目覚まし時計のアラームの設定の音のまま
通知が来たら通知音が鳴るからよくないよくない、うるさい本当にごめん。私ってアラームどれくらいの音で起きれるんだろう。なんかいつも怖くて爆音で鳴らしてるけど、最低どれくらいの音で起きれるんだろう。でもさ、検証したくなくない？なんかもしもさ、ちょっとでも音ちっちゃくして起きれなかった時のさ、それが怖いじゃん。じゃあそのお仕事ない日に検証してみたらいいやんって思うかもしれないけど、お仕事ない時にさ、アラームで起きたくないやん。だから検証できない。なんか私いつもファンデーション結構韓国コスメのやつ使ってて、ただ今日はちょっと日本のコスメ会社というか、なんか皆さんも知ってるであろう化粧品会社のファンデーションを使ったんですけど、やっぱ密着度が全然違う。日本すげえ。日本すげえ。やっぱ日本人の肌に合わせて設計してあんのかな。日本すごい。みんなも多分 CM とかで聞いたことある化粧品会社だと思う。でも最近はもう本当にメイク道具を買わないようにしようって心から誓ってて、今なくなったら買うけど、もちろん、うん、今あるものを使い切らないと一生増えるだけなので、本当にちょっとコスメストップ、めっちゃ買いたいんですけどね、コスメストップします。
でも今一個めっちゃ買いたいものがあって、ゆぎりんさんもあの YouTube で紹介されてたんですけど、ルナっていうところのコンシーラー今めっちゃ買いたいの。そう、でもね、このコンシーラーも結構勇気出して割と値段するものを買ったので、そう、多分そのルナのコンシーラーは買わないとは思う。うん、そう、これちょっと奮発した、このコンシーラーめっちゃフィーダーがいいって言ってたから、奮発して買ったらよかった。そろそろメイクに飽きてきたので、ご飯を食べます。一応手ね、ちょっと箸だけど手拭いて食べます。明太子とイカの明太、間違えた、エビとイカの明太子パスパゲッティサラダ、消費期限明日。いただきます。匂いはちょい辛そう。ちょっと待って。すいません。ちょっとだけお待たせしました。いただきます。まずは一口、一麺、うん、そんなめっちゃ辛いってわけではなくないかもしれない。ちょっとピリ辛、なんかね、最近分かったことがあって、私パスタすすれ、パスタだけじゃないんだけど、私物をラーメンとかもそうなんだけど、麺類をすすれない、あれこれ前も話したかもしれない、すすれないことに気づいて、そうすすれないんです。なんか一麺だったらいけんの、前も話したわ絶対。そう、一麺だったらいけるんだけど、いっぱいあるとすすれない。
まあ、一麺だったらいけるんですよ。マジ絶対肺活量ほぼゼロ。うん、アシュラさんハートありがとうございます。なんか舌が多分発達してます。だから舌で後ろに追いやってる。だからすすってる、吸ってるように見えるけど全然そんなことない。無理。一麺だったらいけるでしょ。でもこれがちょっとでも束になっただけで めっちゃちょっとずつなら進める。やばいっすよね。本当に昔はすすれたんだよな。でもやめよう。この辺が痛い。普通に食べよう。うん、味は変わらないですからね。はい、朝ごはんタイム、イエーイ。朝ごはんタイムです。こんだけで足りんのかな。まあいっか。まあ足りなかったら何か食べます。
でも今お腹いっぱい。やばい。まだまだめっちゃ残ってる。お腹いっぱい。メイク飽きたらもぐもぐしますって言ったけど、それも飽きちゃった。アシュラーさん、ハートありがとう。てかその今のすするので疲れた。もう私はすすれない。すするのでなんか疲れちゃった。本当に バタンキューって感じ。パスタってむずいよね、食べんの。箸で、しかも。と汁物ならすすりやすい。え、私だからラーメンもすすれないんだよ。うん。ラーメンの方が汁でしょ？無理なの。シャミするとき音出さないでやってください。だってできるよ。できるけど、そのやり方やると鼓膜に悪いって言われるからやらないです。私のくしゃみただでさえ耳に悪そうなくしゃみじゃないですか。ここら辺でなんかもうなんか全部ここら辺で完結するみたいな。めっちゃなんか
いつか鼓膜破裂するんじゃないレベルで耳に悪そうなくしゃみなんですけど、音マジで出さずにくしゃみできるんですよ。でもそれはもっとマジで本当いつか鼓膜破れるってレベルで良くないから、すいませんやらないです。あなたのために鼓膜破ろうとは思わない、ごめん。ごめんね、これでも音少ない方だよね、私のくしゃみでも。もっとすごい人はすごいですからね。私の中学の時の理科の先生はやばかったです。もうなんか廊下の端から廊下の端でも聞こえるぐらいの声量のくしゃみの人で、うん、めっちゃ遠い教室にいても、わ、またあの丸々先生くしゃみしたって。そう、わかる感じでした。くしゃみってなんであるんだろうね。私は橋本春直しです。え、絶対嘘、この写真私じゃない、絶対誰か、絶対、あ、なんか私じゃない絶対。そうです、嘘。あ、鼻詰まりの解消、なるほど、そういうこと、鼻が詰まらないようにってこと。確かに私朝今日起きたら鼻詰まってたけど、もう治った、ほぼ。ん？待って、治った、すごくしゃみ、すごこれがいけないのか、今のが。23歳になった私、頑張って、心を寛容に、うん、トシさん、ニャコさん、ハートありがとうございます。広い心を持って、緑茶、そうだった、ごめん、広い心持つの忘れてた。
鎖骨、鎖骨。鎖骨すごいって言われがち。嬉しい。言われがち、言われたことないけど。思ってる、自分で。鎖骨すごいなって。美味しいよ。イカ大好き。昨日お弁当にイカ、揚げられたイカが入ってて美味しかった。何を食べてるんですか？エビとイカの明太スパゲッティサラダです。ぜひ皆さんも。イカ天？いや、なんか細かい一口サイズのサイコロのイカ、サイコロ型のイカがなんかいい感じに揚がってて、そう、美味しかった。感飲。ごち。メイクしなきゃ。頑張る。今日は仕事、お仕事だよ。美味しかった。ごちそうさまでした。今カレーパン食べてます。いいね、カレーパン美味しそう。でもカレー辛くて食べれない。なんか前にレイちゃまがセブンのカレーパンがめっちゃ美味しいんですよって言ってて、前買ったんですけど、
買って食べたんですけど辛すぎて無理だった私には。なんかでもそのパン生地はめっちゃ美味しくて、そうでもカレーが辛すぎて私には耐えられなかったです。美味しいらしいんで、多分カレー辛いカレー食べれる方にはおすすめ、美味しいって言ってた。私はリンゴジュース、どっちも昨日の残りの残りの飲み物。そう、昨日お弁当辛かったの、これくらいまで飲んだ。お弁当1個食べるだけですごくない？こんなに飲んだの、お弁当1個食べるだけで。で残り残ってた分を今飲んで、でなんかお話し会の時になんかリンゴジュース飲みたくて、リンゴジュース感じ。もう10時なのね。顔作らなきゃ。でも時間はある。ゆっくり作ります。755ありがとうだって。不意に言ってみた。最近毎日週間天気予報を見てましたって、あれだよね、週間天気予報ってさ可愛いよね。可愛いですよね。わかる。すごいすごい跡ついちゃった。適当に言いました、ごめんなさい、自白します。週間天気予報かわいいは適当に言いました、ごめんなさい、すいません。あ、やばい、無理だ、眠い、ダメメイクしていかなきゃお仕事、ダメ、無理、今日眠い。もうでも毎日眠い私は、だからいつも眠いんだから大丈夫。うん、ご飯食べたのがいけなかったかも。
時間、昨日は何時に寝たんだろう、7時間ぐらいはでも寝てます。うん、8時半ぐらいに今日は起きた。でも多分1時ぐらいにはもう寝てたと思うので、1時半とかだったかな、寝たの。8時半ぐらいにはでも起きましたので、1時半ぐらいに、ハルピョンのインスタ明るいですね。だってそうかい、カラフル、確かに統一性ゼロ。アシュラさんハートありがとう。うん、まあ、一応ね統一感出しはしてるんですよ。このなんか集合写真ドンドンって並べないとか、そう今まだ一番上のやつが1個しか出てないからあれだけど、全体的になるべく1個ずつにするとか、1個ずつじゃない、3個ずつ。うん、統一感なるべくまた頑張る。インスタねインスタ全然更新しないから、私本当に更新しろよって感じですよね。でもしてる方ですけどね。そうでもまだしなきゃいけないのがいっぱいある。例えばお話し会の服とか全然乗っけてない、うん、昨日もピョムービーを出すのを出すときにやばい、お話し会のありがとうを載せてないってなって、載せました。
ビュームービー見てね、ぜひ。ぜひ見てね。 TikTok も載せなきゃ。もうやばい、載せなきゃいけないものがいっぱい。メイクしようメイクしよう。これはこのメイク道具はこのなんこれが可愛くて買いました。エチュードハウスのメイク道具可愛い。そう、このこれが可愛くて買いました。あとコンパクトだし。結構使ってるけど全然なくならない。でももうそろそろ底が見えそうです。ちょっと跡が出てきたので。私基本なんかチーク薄いんだよね。そう、なんかこの間生写真撮った時になんかメイクさんみたいな方がメイクさんみたいな方メイクさんがそういらっしゃったんですよ。なんかいつものヘアメイクさんじゃなくて普通にめっちゃメイクを専門としてますみたいな方がいらっしゃったんですけど、その方にめっちゃチーク入れられ入れんなんていうの追加されてて、私そう、あ、私チーク薄いんだって思いました。確かに薄いかもな。でもさ、どっちがいいんだろう、濃い方がいいのかな。まあ、薄い自覚はある。他のメンバーでもそんな濃いメンバーいないですよね。でも確かに自分は薄いと思います。チーク、ちょっと入れとこ。じゃあこれぐらいで今日はちょっとチーク濃いめ。まあどうせマスクするんでどうせマスクするんですけど、はい、そこで移動中に落ちるんですけど、別にどうせ、まあモチベーション的な感じですよね。でも最近マスクする人少なくなってきたなって思います。うん、やっぱちょっとずつみんなが外してるの見て外す感じが日本人だなって思いますね。メンバーとかもなんか全然この間普通になんていうのお話し会の時に、昨日かん一昨日かお話し会の、私が7部からだったじゃないですか。でお話し会そのなんていうの移動中なんて向かってる時に外でメンバーと会ったんですよ。でその時に普通にしてないメンバーとかもいっぱいいたから、そうやっぱ赤信号みんなで渡れば怖くない的ないやダメですけどね、赤信号は渡っちゃ
でもまあそういう理論なのかなみたいな思いましたね。ああでも確かにそういう人はよくいるかも。外してたけど電車乗るときにマスクつけます。うん、そういう人は確かにね、よくね電車のねホームとかで見ますよ。でも全然自由ですからね、まあ、これまでも自由だったっちゃ自由だったんですけど、強制力がなくなったから、お店とかに入るときとかマスクしてないと入店できませんみたいなお店とかがなくなったから、劇場公演とかはね確かにつけてないとちょっとね、コールがね、あそこはね割と閉ざされた空間じゃないですか。そうだからってのも多分あると思うんですけど、申し訳ない、そこに関しては。うん、お話し会とか、まあね、もうね本当にごめんって気持ち。劇場はね、あれだからね、それこそそこが感染源、みんなの感染源になりましたってなったら劇場ができなくなっちゃうからさ、それは嫌じゃん。だからそれをねなるべく減らしたいなっていう気持ちです。なので申し訳なさと戦いつつ、消化してる、めっちゃ。ちょっと眉毛、マジで密着だけど全然違くてやばい。このファンデーションいい。でもやっぱ韓国コスメはさ、それこそ9点とかで買うからめっちゃ安く手に入るんですよ。
でも日本のさコスメはさちょっとちょいお高めなのね。だからやっぱさっきのファンデーション買う時もすごいあれした、勇気出した。給料3ヶ月分的な婚約指輪やないかーい。婚約指輪、結婚指輪やないかーい。給料3ヶ月分のファンデーションってやばくない？恐怖。めっちゃ怖いよね、高すぎる、絶対買わないいやそんな高くないですよ。婚約指輪と同じ値段のあれファンデーションってどんなファンデーションなん、逆に知りたいけどね。わかんないやん、給料3円かもしれないやん。安、最低賃金いくらなんでしたっけ今日本の。800円ぐらい、バイト1時間、どんぐらいなんだろう。月に1回1時間しか働かないとしたら、まあ1000円だとしてね、3000円のファンデーションか、普通だわな普通だわな。もっと高いな、もっと高いか、まあ、物による、マジで物によります。なるべくねコスパを考えたファンデーションでもやっぱすごい密着度が全然違うっていうのはすごい、結構私の中でテンション上がってる。密着度が高すぎてまだハイライト入れてないのに、ちょっと一回女優ライト隠しますけど、ハイライト入れてないのに光ってるもん、すごくない？やば、恐るべし密着度。恐るべし日本のファンで、今メイクブラシを掃除しながらメイクしてます。いける、
今日はピンク少なめ。ピンク少なめ。チークにいっぱいピンク入れたから。ピンク少なめ人間です。そう、シール貼ってます。なんかやっぱりさ、流行りのコスメとかあるじゃないですか。そういうのってほんとメンバーみんなほとんど使ってるんですよ、ほとんどのメンバーが。だからこれって分からなくなるのが嫌なので、私は。そう、また置いてきてしまった時とかに分かるように、マネージャーさんとかがすぐ分かるようにとか。これをファンの子が作ってくれたので、そう、せっかくならと思って。つけてます。かわいいし。そう、この間もね、なんかサヤリンがファンデーションなくしてみたいな、ファンデーションじゃないか、アイシャドウなくしてみたいな。そう、結局ももちゃんのメイクポーチに、多分隣でメイクしてたっぽくて、ももちゃんのメイクポーチに入ってたんだけど、2人とも同じアイシャドウ使ってて、そう、なんかどっちってなってて、サヤリンが、いやでも私の減り方こっちだからこっちって言ってて、私減り方とかわかんないよと思って。そう、私のは名札ついてるから大丈夫なんだけど、うん、だから名札って大事と思いました。お疲れ様、ありがとう。よくあるんですよね、隣のこのメイクポーチに入っちゃってますみたいなこと。あるある。どういうこと？ちょっとよくわかんないから。謎は謎のままでいこうか。やっとハイライト入れる。
こんばんは。こんにちは。ちょっとそろそろ配信やめようかな。なんか謎コメントが増えてきちゃったから。私にも対処できなくなっちゃった。もう。こんにちは。ちょっと謎コメント対処できなくなったので配信やめようかな。まだ顔全然できてないけど、全然ではないか。あとアイラインとビューラーと髪の毛もまっすぐにしたい。アイライン引きます。ちょっと真面目に弾きます。絶対さ、この目のさ、ここになんか入ってんだよね。ちょっとアイライン引く前に。そういうメイクってどこで覚えますか？だって。あ、待って、まつげ変な人いた。インスタ、YouTube とか。あとはみんながメイクしてるのを見たりとか。メイクしていただく時に見たりとか、メイクさんに聞いたりとか。なんかもっとここの、なんか例えばここのこれをこうしたいんですけどって聞いたら、メイクさんが、ああ、じゃあこうすればいいよって教えてくださったりとかするので。でもまあ大体インスタ YouTube が多いですかね。ほんと今すごく発達しているので、うん、リアクションしようのないコメントをするなと言われたので出ます。さようなら。だってコメントしてたっけ。あなたコメントしてた？さっきまでしてよ。してたわ。してるわ。多分私がメイクしてる間にしてたのかも。キティちゃんの髪留めかわいいって言ってくれてる。私がメイクしてる間にしてたから読めてなかったのか。ごめん。でももうさよならしちゃったから、バイバーイ、また来てね。ちょっと今目の中の異物処理してます。大丈夫そう。
イライン引きます。あ、そうだ、ちょっと待って、イヤホン充電するの忘れてた。今日使えないとこだった。危ない。アイライン真剣に。なんかいつもさ、左は上手に弾けるけど右上手に弾けないんだよね。でもそれ言ったらさ、ファンの子にさ、え、私逆って言われてさ、え、聞き手違うんじゃないって話したらさ、全然聞き手一緒だった。だろう、私右目苦手。左目の方がうまい。とかもあるの？あるか。なんかありますよね。こう丸を作って、この丸の中に入る方が効き目みたいな。私は右目が効き目です。でも効き目って関係あんのかな？アイラインするときに。あるか。だって目つぶるもんね。目つぶってアイライン引くから、私は効き目が右目だから左の方がうまく引けんのか。こうやって引いたときに。逆か。こうやって引いたときに。でもこっちだったら、うまくいかない？わかんない。
最近はフールで罠の戦争をようやく見始めてます。草薙さんが主演されてるやつ。めっちゃ犬飼さんっていう役、犬飼さん役の方の草薙さんが鷲津さんっていう人なんですけど、その犬飼さん役の方の鷲津っていう言い方がめっちゃムカつくと思いましためっちゃムカつくと思ったでも多分そう、わざと多分そうなんだと思いますよ。そう、うん、なんかちょっとムカつく感じだった。なんとかなんとかじゃないか、わしずーっていうのめっちゃムカつくと思ってそう、でも多分それが正解、ムカつかせるのが多分正解なんだろうね、あのあれ、あのドラマはすごいなと思った。だから役者さんってそのたったさ、そのさ3文字だけでさムカつかせられるってすごくない？視聴者を。まあ、それはさ、なんかさ暴言とかじゃなくてさ、たださ主人公の名字をさ3文字言っただけでさムカつかせられる人すごいなと思った。そういう演技力というか、なんて言うんですかね、表現力すげーと思いました。罠の戦争全部見ました。だって待ってて、まだまだ見終わってない。ほにゃほにゃの戦争過去2作も見てましたか。だって、え、何過去2作って、何の戦争見たことあるかな。ありそうでなさそう。そんな他の話もあるんだ。銭の戦争、嘘の戦争、え、待って知らないかも。誰が出てました？誰が出てたかで多分わかる気がする。調べよう。ちょっと今乾かしてるマスカラ、マスカラ下地。ジェニーの戦争、これか。あ、これも草薙さんだったんだ。へえ。え、大島優子さん出てらっしゃるじゃん。え、見てたのかな、この当時。どんな話？いやでも多分見てないことはないと思うんですよね。なんかすごい怖いとかじゃない限り多分見てないはずはないので、多分見てると思います。
ただそれが内容が見たら覚える、思い出すんだろうけど、内容忘れた。でも優子さん出てるから絶対見てると思う。なんか今一番面白いドラマがあれらしいね。いや、わかんない、人によると思うけど、なんだっけ、名前出てこない、情熱はあるみたいなやつ、あの南海キャンディーズさんの方と山里さんと、もう一人誰役、若林さん、オードリーさんの若林さん見てないんだよまだ私。そう、まだ見てないから全然。録画はしてある、見てないだけまだ。あと Hulu さんに入ってるから移動中そっちでもありかなとは思ってる。そうそうそう、ちょっと今日マスカラ塗るの下手すぎて、右目のメイクやり直し。めっちゃマスカラ右目のここについちゃったからやり直し。時間はある、情熱はあるみたい、時間はある。こういう時のやり直しってめっちゃ濃くなるからメイク気をつけなきゃ。そうなんですよ。タラちゃんみたい、いた。ちょっとこの右目さえ終わったら配信終わる。
なんか今日めっちゃピーポーピーポー通る。普段こんな通んないよね。今日めっちゃ事故、事件事故めっちゃ多い。やだ、平和に過ごそうよ。今日めっちゃ通るよね。みんなも気をつけて、お世話にならないように。あと 2,3 台通りそう。雨だから。なるほどね。え、雨だから関係あるのかな。雨の方が通る。湿気。でもピーポーってなんだ。まあいっか、そんな話しても、ね、いいことはない。みんな気をつけてとしか言えないから。最後あ、雨でスリップするかもしれない。とりあえず気をつけて。まつげバキバキにしといたから。やばい。このえ、誰だっけ、ゆきりんさんだっけ、誰かがもう使ってらっしゃる、私が見てるメイクの人だっけな、 YouTube 忘れたけど、もう使ってらっしゃる、めっちゃ細いマスカラ。これ私めっちゃ昔もに買って持ってて、そうめっちゃ細くていいやんと思ってめっちゃ昔に買ったんですよ。そしたらなんか最近めっちゃなんかいいですみたいな感じでおすすめに出てきて、え、持ってると思って、そうテンション上がった。本当はね、なんかメイク道具も使用期限みたいなのがあって、本当はもう多分全然さよならしないといけないぐらい使ってる期間的には。でもだってまだ駅あるし使えるしと思って使っちゃってます、うん、もうすぐ終わる。だってそんな無理じゃないって感じ。そんなこんなさ、
こんないっぱいさ入れてくれてるものをさ、そんなさ短期間で使い切れんよっていつも思うよな、うん、文句なのかありがたい話なのかわかんないけどそう、ほんと容量いっぱい入れてくれてありがとうって感じ。多分だから今これを使ってで肌のトラブルが起こったとしても、まあ、普通にあなたがその期間過ぎてたからですよねって言われるはいそうです、すいませんってなるって感じ。そういう感じのやつ。この中にあるラメを取りたいんですけど全然出てこない。あ、出た。ちょっと大粒のラメをね目の下に乗せたかったの。いい感じ。完成ほぼほぼ。一瞬前髪整えてアイロン持ってくる。ちょっと待ってて、ちょい長めの時間待ってて、ちょっと前髪やばいから一旦濡らしたりなんだりしてするわ。
からアイロンしていこう。やっぱオンラインって楽だったんだな。人、そう、ちょっと、ね、だって昨日とかもっと早く全然さメイク終わってたじゃん。あ、ご飯食べてたからかってのもあんのか。かもしれない。よし、ここからはちょっとさっきまでは目元のメイクをしてたのであんま見れてなかったけど、見れる。あ、ダメ、また前髪形ついちゃう、跡ついちゃう。せっかくいい感じにしたのに。そう、なんかね、私がよくするのは水のスプレーボトルに水入ってるやつを前髪にシュッシュッって吹きかけてさーってドライヤーしたら割とこうまっすぐになるんですよ、結構。だから今それをやってアイロンを持ってきました。ほんと 1,2 分、もうだってさ前髪しかやんないからさ、シュッシュッドアーだけだからすぐできる。びしょびしょにしたらねちょっと無理だけどね、 1,2 分じゃ間に合わない。お、5,000いった。ほんとだ、嬉しい、よかった。まあでも平日昼間だからね、行かないかなと思ってた。え、でも湿気やばいですよね。わ、髪の毛下ろさない方がいいか。やばいもんね、今日雨だし。ちょっと巻きアイロン、巻きアイロン持ってくるだけは3秒で終わる。あ、それは嘘、20秒で終わるから。ちょっとおととい使ったばっかだから20秒で持ってこれる。待ってて。ウェイウェイ、でもアイロン使ってるからさ熱い。これ抜いてここにアイロン刺しても平気？17秒？10秒？何秒だった？トシさんハートありがとうございます。早かったでしょ、おととい使ったばっかだから。
いや本当はさまとめたくないんだよね髪の毛。でも絶対湿気やばいから広がるからまとめた方がいいか。やだ下ろしたい。しょうがないか。だってもう全然湿気がすごい髪の毛の。この辺のうねりとかすごいもんね。いつもとメイクと違いますか？チークがちょっと濃いぐらい。ほぼ一緒。ほぼ一緒です。迷ってる。結構。下ろすかまとめ髪にするか。どっちがいいかな。みんなどっちが好き？でもどうしよう。湿気すごいよね。下ろしたいけど雨問題でまとめた方がいいかなっていう感じなんだよな。でもそう私的には下ろしたいの。めちゃめちゃ下ろしがいい。湿気半端ないですよね。まとめるか。やだけど。不満です。はい、だって私はまとめたくないから。でも湿気がすごいから下ろしでいっか。ちょっと前髪だけは。でも絶対さ髪の毛パヤパヤになるよね。優柔不断。
絶対なるよね。それは嫌なんだよな。前髪巻きすぎたし、いやでも橋本は下ろしたい。あとなんか触覚の長さが違う気がする。そんなことないか。そんなことあるよ絶対。ないか。量が違うのか。なんで前揃えてもらったのになんでこういうことが起こるの？やだ。量が違う。だから巻きの感じも変わっちゃう。下ろします。やっぱでもその日のコンディション、髪のコンディションでさ、全然さ変わってくるからさ。2時間も経った。もうマジ久しぶりにこんな長く配信したわ。1時間ぐらい最近多かった。やば。もう2時間もやってんだ。ねえ、ドラマ見る予定だったのに1話見れないかも。配信して1個ドラマ見てから行く予定だったのに。無理かも。前髪は固める、しっかりで、横はストレートにしちゃったからもういいや。これでいく。完成。顔来ました。固めるのは後でやります。アホ毛まとめは持った。唇もいっぱい持った。目薬持っ
った、鏡持った、爪切り持った、あ、昨日使ったイヤリングいらない。ほら、通った。あと2台通る予想、正解。今1台目、もう1台通ったら私の予想正解。嫌ですけどね、通らないでほしいけど、日本の平和は、うん、ということで OK。完璧。リップこっちより私こっちの方が好きだからこっち持ってこう。こっちのメイク道具に入れとこう。完成。やばい、今日全然飲み物飲んでない。下ろしていきます。毛先ちょっとだけ巻いていい？完成してないやん。ちょっと毛先巻くときだけちょっと高めの温度でやるから、毛先だけ。これはアイロン、前にやる、前にも後にもやってもいいけど、やつ匂いがすごい独特、好きな匂いだけど近くで嗅いだらちょっときつい。巻き巻きの全貌をお見せいたしましょう。ワンカールなので全然こんな感じ。これをいっぱい作っていくよ。でもきっと湿気で取れるそう。ハルピョンの一番好きな匂いってどんな匂い？え、むず質問。金木犀。かな。こんな感じ。金木犀かな。お好み焼き屋さんの匂いとかも好きです。ソースのいい匂い。でも金木犀なんかいい匂いですよね。めっちゃ。金木犀香る頃その花は。どこからか音が
風に吹かれ憧れて季節は巡る。ガソリンスタンドの匂いも好きだけど一番ではないかもしれない、うん、できた。内巻き、こっちだけ、こっちはまっすぐまだ、こっちだけ内巻き見て、どう？結構長さ変わる。で、これをちょっとこうやってやってオイルつけてなんかおしゃれな感じにします。右利きだから右むずいんだよな。でも私やっぱ左だけ顔見てほしい左、うん、やっぱ右むずい。全体的に髪の毛もむずいし。左だけで生きていきたい。でも私右利きだから左だけでは生きれないむずいわ。左だけ配信すればいいのかな。こんにちは左だけ配信。今月ひろゆきさんがリハック高橋さんと富山に行ってたからハルピョン出ないかなと期待してました。あれかな、あの時かな。なんかね、お話はね、そう事務所にはしてたみたいなんですけど、ちょうど別で仕事が入っちゃってて、もうすでに。そうなんですよ。そうで、その後に高橋さんに会った時に、え、なんかめっちゃオファーしたかったんですけどみたいな言っていただけて、それだけでまあ嬉しかったです。でもそう、出れなかったのはめっちゃ残念、めっちゃ悔しいと思いました。そう、なんか多分その時結構 KNB さんのラジオだったりとか出演されてたので、もう KNB さんなんてもう私じゃないですかやばい調子乗ってると思われる。そう、でも結構 KNB さんにもお世話になってたりとかするし、高橋さんにもお世話になってたりとか、そうするので、めちゃめちゃもうそのロケ行きたかったですみたいな話をしてて、そうなんかほんと運ないなって思いましたね、マジで本当に。本当に運ないなって思った。めっちゃ、できた。内巻き完成。これは外に出て何分後に撮れるのか、果たしてお仕事現場まで持つのか分かりませんが、頑張りたいと思います。いや、そうなんですよね、お仕事があったことは嬉しいしありがたいし、ただやっぱそうやってそのね、暇な日もあるわけで、私にはめちゃめちゃそこでそう、なぜかぶってしまったんだっていう悔しさ、ほんと
めっちゃ悔しい。いや、まとめるのもありだな。やばやば、ここまでやって、まあいいや。ここまでやって言うのやばい。今度ね、今度まとめます。お話し会1日目まとめたし、見よう。その高橋さんです。先生、クイズノックさんがクイズノックさんが喋りました。すいません、何でしたっけ。これか、イン富山。本当だ、1時間もある。やば、声でわかんの。やば、正解、ナイスガイの菅井さんでした。めっちゃ、そんな、こんなとこにサウナあんの、めっちゃいいじゃん。ひろゆきさんめっちゃすげえいいところのサウナに入ってる。めっちゃ絶景。ほら、テレビ局潜入してるもん。 KNB さんやんけ。やば、ひろゆきさんそんな感じ。テレビの生放送に急に出演したり、そんな感じ。ほら、5月1日富山駅。いいなぁ、5月1日仕事してました。あれの次の日だったからさ、それこそ8のさ、ラストコンサートの次の日でさ、もう本当にエイトとしての最後の、エイトとしてのというか、まあエイトじゃなくなったけどエイトとしての最後のお仕事だったんですよ、この日が。そう、まあこの後ね、放送されますけれども、そうなんですよね、悔しい。本当に、なんかそれをだからあれの時に聞いて、あの何でしたっけ、ハルコンの時に、そう、ひろゆこさんが来てくださってて聞いたんですね。なんか明日から富山行くんですよみたいな、えー、みたいな、何で行くんですかって聞いて、なんかその仕事でロケでみたいな、なんか橋本さんなんか言おうとしたら、なんか仕事入ってました、人気ですねって。いや、もう全然人気じゃないです、行きたかったですって。で2日が公演だったの。そう、え、3日なら空いてるんですよって言ったら、あ、3日にはもう帰ってきますって言われちゃった。そう、悲しい。そう、またチャンスがあると信じて、これでひろゆきさんが富山のことを好きになっててくれて、ひろゆこさんも富山のこと好きになっててくれて、また富山行きましょうよってなった時に、私がさ、時間あることを祈る、マジで本当にそれ。この動画なんか見たいけど見たくない、意味わかる。なんかすごい富山のさあれだからさ、なんか、あ、知ってるとか、 KNB さんやとかなってさ、うわ楽しいってなるかもしんないけどさ、でもさ、これを見てたらさ、うわ、もしかしたら日付さえ合えば私ここにいたのかとかって考えたらさ、もうなんか見たいけど見たくないですよね、すごい。うん、まあ見るんですけど見たいっていう欲望にはちょっと
勝てない、うん、そうです。いやマジでまた来てほしいですね。その時にはねぜひご一緒したいという感じで、ちょっとアホ毛がすごいんで頑張って生きていきたいと思います。あとは着替えてとりあえずお仕事に行きます。私は私で仕事があることは嬉しいことなので、本当にそう、それはでも頑張ります。何着よう、ちょっと待って、何着るか考えるね今。まあでもワンピースが一番楽なんだよね。蒸し暑い、マジか。でも雨だからさ、なんかシャツ系着ない方がいいですよね。なんていうの、濡れた時に色が変わっちゃう系のものは着ない方がいいか。でも蒸し暑いんでしょ。ちょっととりあえず日焼け止め塗るわ。何着たらいい？みんな何着る？皆さんってなんかまた違う話をしようとしてどんどん配信がまた伸びちゃう。やだやだ、よくない。皆さんってスーツなんですか？お仕事。気温は22度ぐらいだけど湿度がやばい。うわ一番やだ。スーツなんだ、いいね、楽で考えなくていいやん。マジで何着よう。スーツじゃないけど着るものは決まってます。私服、制服、クールビズだから上着は着ない。うん、まあ、でも軽めに上着羽織って上着脱いだら、半袖ぐらいの方がいいのかな。そっちのそれぐらいでいいか。で何着よう。まあ頑張ります。服選び結局カールのアイロン持ってきたのに意味なくて。場合によって空調が効いてると寒さを感じるかと思います。そういうことも考えなきゃいけないですね。わかったよ、ありがとう。空調多分効いてないと思う。うん、寒いから涼しいから大丈夫でしょうって感じな気がするので、それを信じて服を決めます。まあでも大体は決まりました。いいな。てか5月1日めっちゃ晴れてるやん。
回は熊の声を変えずにお届けします。おもろい。え、すごい、ひろゆきさん話しかけられてる。富山駅でめっちゃおもろい。ちょっとこれを見ながら移動します今日は。ということで、それでは、あ、違う、ランキングを読もうとしたんだよ。そしたら携帯開いて、そしたらひろゆきさんの映像出てきちゃったからやばいやばい、ミスった。ランキング読みます。よし、いきまーす。1位 D さん@月曜の朝から元気もらいました。胃もたれ、胃もたれ万歳、胃もたれやった、最高。はい、2位ヤーコさんありがとうございます、ありがとう。3位赤鼻のソルティさんありがとうございます。4位アシュラ@昨日の、あ、じゃあオンラインお話し会は反省しかないです。だって、なんで、何への反省、そんな反省することあった、あ、名前変えてなかったぐらいじゃないそう、大丈夫、バッチリ、次から名前変え忘れ注意。あ、皆さんお話し会今日までですよ、再販、どっちか分かんないけどよろしくお願いします。お話し会の再販今日まで、今日の12時まであと30分、皆さんよろしくお願いします。昨日楽しかったなって感じた方とか、この配信見てなんかどんな感じでお話し会するんだろうなとか、なんかお話し会の方が結構アイドルしてますそりゃそう、そうだから、なんかこんな感じじゃないけれども、なんかそんなアイドルのハルピョンと喋ってみたいなとかって思った方はぜひお話し会で待ってるのでよろしくお願いします。ハルピョンと内緒の話しちゃいましょう、やば、ウケる、ありがとう、待ってます。先にありがとうっていうスタイル、ありがとう来てくれて。5位マックミックさんありがとうございます。6位ベベモンさんありがとうございます。7位ケンさんありがとうございます。8位ときめきコバピョンアットピョンドさんありがとうございます。9位マチャーンさんありがとうございます。10位半音下げるフラットアットランノさんありがとうございます。11位ソラさん、クーさん、どっちだろう、アキさん、わかんないけどありがとうございます。12位超神竜スーパースーパーシェンロン音崎のりこ応援隊さんありがとうございます。むずめっちゃむずい、スーパーシェンロン、あ、シェンロンってあれか、なんか7つの輪っか集め、7つのボール集めたらのやつ、なんかシェンロンに渡したら願い叶うよみたいなやつですよね、ありがとうございます。8位アイアットソラミサラ、ソラミサラリリーさんありがとうございます。そして今日のラッキーナンバーは6627人、27位、誰だろう、ナベヒーさんです、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。そう、7つの滞在ってアニメもありますよね。あれとはまた別、あれも一緒、7つの滞在っていうものを集めたら
スーパーシェンロンに渡したらいい？あれ？それは違う？わかんない、マジで。むずい。まあいいや。ランキングじゃないや。キャッチフレーズ。やめよう。めっちゃバカにされそうだからやめます。はい。うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは、はるー。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6669人の皆さんに、すごい、あ、6700人ぴったりになった。6700人の皆さんに切ってきた映画をお届けしちゃう。富山県出身ハルピョンこと橋本春奈でした。すごい長時間すいません、なんかありがとう、久しぶりにありがとうございました。楽しかったです。明日の配信は午前中め、午前中じゃない、昼目ぐらいにします。だからこれぐらい過ぎぐらいからかな、そっちの方がみんな見やすいと思うから。ちょっと夜はね、わかんないんだよね。明日もねお仕事があるんですけど、夜はちょっとわかんないので、押すかもしれないし、わかんないんで、ちょっと広めぐらいにしたいと思います。夜配信はあるかないかまた連絡します。それではありがとう。え、9時から配信してたの、やば、めっちゃしてるやん、やば、暇人だと思われる、やだ仕事行ってきます、お仕事ありますバイバイ、ありがとう、またね、着替えて行ってきます。